10秒らしいです、ねねさんの。そうなんだ。ふかしたね、芋とか柔らかいやつ。歯茎で食べられる。ねさんだけ特別メニューをあげてたら、シャバーニたちがやっぱ怒るから、距離を空けて、そう、西村とか。遊んでたり、私結局あそこ入ってったから餌食わなかった。
ちょっと一瞬陰れる時があるじゃないですか。あれがいいのに、もう日が出た瞬間にもう暑ってなる。ゲロが出ちゃう。食べたから良かったですよ。ね、良かったね。アイちゃんが、あ、これ、このアイちゃんに接触は似合わない。本当に本当に。初めからそれが目的だったら面白すぎるんですけど、笑っちゃったあれ。もうズーさんの動画でねえ、あ、アイちゃんあれだ、何が、あ、刺すやつ、アイちゃんが、そんなアイちゃんにそんな変人があったと、アイちゃんそんなことするとは。いや、アイちゃんがやるならそうかなと思うんですけど、アイちゃんが、アイちゃんがそういうことするって、わざわざ抜いてね、ねえ、まさかのアイちゃんそんなことするとは。あ、そうそう、イタズラもたまにする。そこまで痛くないよ。あ、そうそうそう。優しいイタズラ。何考えてんだろうな。本当にね。ねえ、アニちゃん。なんかしかも考えてるような仕草してるこれ。あ、そうそう。アイちゃんもこうやって。ねえ、アニちゃん。でもきっとアイちゃんの脳内は食べることだから。痛いですね。そう。わかります？
ラっていう。めっちゃ近い。お母さん、いるいる。本人かわかんないけど。え、違うでしょ。本人じゃないと思う。でも疲れちゃってる、ほら。大丈夫ですよ。あ、そうそうそう、あのポーズだよ。
シャバさんでしょ。左側の方がなんだね。
クイズ。あれイケメンだわ。情けない。お腹がイケメンすぎる。ゴリラ。音楽。ゴリラ。結構よくある。何を？こいつよりこいつの方が重くない？今、おなってこと思ってました。服着た方がいいよって教えてあげたい。